ここは滑りやすくなっております。お足元にお気をつけください。ありがとうラステル。それにしても王都周辺がこれほどの霊気に包まれているなんて。はい、留守にしていた3ヶ月で一段と寒冷化が進んだようですね。この様子だとここもじきに王宮に避難しているみんなが無事だといいのですが。そうですね、先を急ぎましょう。今のはどうされました？いえ、誰かに見られているような気配がしたのですが。収まったようですが、気配が吹雪にかき消されてしまいましたね。面目次第もありません。ううん、気にしないでください。こういうところは本当にドランそっくりだな。それにしてもあの気配どこかで。それにしても冷えますね。リホーグに守られているとはいえ、この霊気はお体に触ります。とにかく王宮へ、オルガ様のところへ参りましょう。ええ。ですが、保管庫の食料もそう多くはありませんぞ。かつて女王の指示で蓄えたものも底をつきそうです。このままでは無事に冬を越せるかどうか。そもそもこの冬に終わりなど来るのでしょうか。ダーナ様も最近はもう予知ができないと聞きました。噂通り力を失っているのなら、私は彼女を指導者としては。おい、ダーナ様は体を張って北方の視察へ向かったのだ。たとえ力を失ったとしても立派なお一人違いないだろうが。そういうことではなく、私は。お主らやめぬか。我々が争って何になる。食料のことだが、寺院で収穫したバレー書を地下に保存してある。後ほど動ける者に声をかけてここへ運び入れるとしよう。おお、なんと、さすがはオルガ殿ですな。早速手配いたしましょう。それと外区に残っている市民がどうしているか心配だ。もう一度見回ってここへ避難するよう呼びかけてほしい。そうでしたな。この様子では次の寒波をしのげるかどうか。今のうちに行ってまいりましょう。ああ、それぞれよろしく頼むぞ。ダーナ様。
ぶりですね。ただいま戻りました。よくぞご無事で。まったく、北方諸国を回ると言って王都を飛び出すと驚いたぞ。ごめんね。まあいいだろう。それで北の様子はどうだったのだ。それなんだけど、場所を変えた方が良さそうだな。そうか、北方諸国は壊滅か。うん、やっぱり北へ行くほど寒さが厳しくなっているかな。うん、そうなるとやはりエタニア人が生き残っているのはこの王都以南に限定されるな。そうかもしれない。生き残った隆史たちもどんどん南へ移動しているみたいだった。みんな頑張って生きてくれるといいんだけど。南方諸国はもともとあまり裕福な土地ではないが、希望はあるはずだ。それより問題は我々自身がどうすべきかだが。うん、オルガちゃん、みんなで王都を出て南方諸国の人たちと合流しよう。ここにある物資を送り込んで助け合うことができれば。やれやれ、相変わらずお前は大胆なことを考えるな。まあ今回ばかりはそう言うだろうと予測していたが。それじゃあ。確かにお前の意見は一理ある。だが今回ばかりは少し考えさせてもらえないか。え？予知の力を失ったなどと噂されてはいるが、ダーナ、お前見えているのだろう。ならばなおさら私に時間をもらえないだろうか。明日の朝またここで話をしよう。オルガちゃん、すまないが今日はそろそろ失礼させてもらう。まだ日のあるうちにやらねばならぬことがあってな。ダーラ様。ラステル、お話は終わったようですね。オルガ様は何と。ええ、それが明日まで考えておくそうです。え、そうでしたか。オルガ様も王都出身ですから思うところがあるのでしょうか。でもそうなると準備はいかがいたしましょう。私も覚悟を決めなきゃ。ダーナ様、何でもありません。準備は手はず通り進めてください。わかりました。それでは一旦失礼して手配してまいります。ダーナ様も王宮に戻られますか。私はちょっと街を散歩してから戻ります。え、今からですか。お供をいたしましょうか。ううん、大丈夫です。ちょっとした気分転換ですから。わかりました。くれぐれもお気をつけください。
巫女様やっほThank you.
れはモノリスみたいだけど、ずいぶんと大きいな。よくぞここまでたどり着いた。ダーナ・イクルシア、いや大樹の巫女よ。